はいどうもお疲れ様です。習字書道を独学通信で4年半毎日筆を持つことをモットにその成長過程を配信している私、松です。始まりました、松のパッドキャスト。はい、ということで先日のライブ配信本当にありがとうございました。えーまあ、改めてですね、この12月の、まあ、教唱課題ですか、書き初めですよね。これ本当にね、今回はレベルが高い。マジで高い。 完全に、えー、私たち日本ャーの心を折りに来てる。間違いない。はい。そ <laughs> んなことないけどね。いや、他のね、そのまあ、僕が今回やる、えっ、ー、と、重複課題以外の、えっ、ー、と、やつも見たんですよ。あの、なんだっけ。なんだっけ。出てこない。いっつも出てこないのよ、この、あの、画線紙課題で、ね。いや、あれもさ、メベル高くない あれ始めた、例えばね、11月で始めて、日本集字始めて、あれ出てきたら多分僕もう多分泣くよ多分お手本破ると思う、あれ見たら。はい。それぐらいね、あのー、結構今回はレベルが高いんじゃないかな。画数多いしね。うん。まあ、ただ、逆を言うとね、画数が多い字っていうのは、比較的バランス取りやすかったりもするんですよね。 逆に、まあ、少ない画数が少ない字の方がそこで一気にねあの崩れちゃったりもするそれが今回のね「上腹課題」の2行目の後半かなと思ってますあの「1」のところとかね漢字の「1」ってさ一番バランス取りにくいよね周りとうん開けすぎちゃったら変だしその何隙間がさなさすぎるとまた変だしっていうねもうこれそれはまた最後に持ってくるかねっていうね 一番失敗したくないところじゃない。後半なんてさ。あそこでまた最後のトラップですわね。はい。まあそんなことでね。まあ、ぶつくさん言いながらやってますけどもね。どうですか、皆さん、進み具合は。もう早くもね、12月6日ですかえー、7日だよね。7日か。7日ということで、もう、ないですよ、時間。はい。とね、自分をまあ鼓舞していますけれども、やっぱ書けないものは書けない。うん。 でね、やってるとこう、やる気が出る日とさ、やっぱりこう、やりたくない日って出るじゃないですか。うんで。そこのね、バランスですよね。やりたくないけれども、やっぱり書いていく。まあ、このね、あのー、解決策は、やっぱりね、サラミ選挙としかないんですよ。毎日書いて、まあ、写真撮るでもいいですよ。で、こう、自分のこう、成長をこう見ていく。あれ、最初全然ダメじゃないでも今、なかなか良くなってきたじゃんと。まあ、そういうね、 自分自身をまあこうテンション上げていくっていう作業もねこれはねあの技術面だけじゃなくてそのメンタル的な面もね大事だと思いますねだから壁にこうバーって張っていいいくのもいいかもかしれませんよねあの特にこういうでっかいあの紙の課題は遠くから見ないとわからないこともあるんですよバランスっていうのね近くで見て描いていると全然なんか いいじゃんと思っても、遠くで見てみると、なんかあれバランス悪いなとか、中心なんかこれ取れてないなみたいな、そういうことがあるので、やっぱりね、あのー、1日目、2日目、3日目、ばーってこう、毎日のさ、課題を部屋の壁にこう、貼っていけばいいじゃない。<laughs> いいじゃない、それで。で、囲まれればいいじゃない、作品にさ。うん。で、泣けばいいじゃない。ね。書いた作品もたまにこうビリって破ってもいいじゃない。 いやそういうね、えー、こうなんだろう紆余曲折と言いますかこの山ありたまありじゃない山あり,山あり谷ありあって、あのー、完成していくもんですよ、うん、最初からうまく描けたら面白くないもんというねいう、えー、感じで僕やってますよ確かに毎日の作品こう壁に貼っていくのいいかもしれないねあのこうワーって1日目からさそうすると写真とか撮らなくても分かるしね うん、いいよねそれもいいかもしれないなかなかねこのうん12月ってほら忙しいじゃない講師共にさ仕事も忙しいしあの私的なこともいろいろ忙しいじゃないですかいろいろんか掃除もしたいじゃないあちこちの大掃除も、うん、だけど筆を持つことを忘れていませんかって話ですよね筆を持つことはねやっぱりもうこれ生活の一部ですよあのご飯と一緒 毎日なんか持たないところちょっと嫌だな、もやもやするなっていうぐらいになれば、もう絶対持ちますから、毎日嫌でも、うん。っていうイメージで、えー、やっていきたい。はい。まあ、そんな感じかな。持つとしてはね、まあ、ぼちぼち、あのー、毎日書いていますけれども、1日ね、1枚しか書かない時もあるし、ありますよ。課題は最低1枚確認してますけど、全然やる気ない時もありますんで、うんまあ、そういう時はね、例えば、 えー、なんだろうなあー例えば YouTube でさあ,のあるじゃないあの他の先生方とかさ作品書いてるのあるじゃない、まあ、そういうの見て勉強でもいいと思うんですよそれで持って一文字書いて他の,その先生方の作品のね、まあ、お手本か見ながら書くとかまあインスタとかさあの Twitter とかでもいいじゃない日本集団のいろんなさ方の なんだだろう作品だいたいああいうのは自分がベストだなと思ったものをあげてるわけなのでまあそれを見てね勉強するのもよしそれを見てねいやまだまだ落ち込むのもよし自分がねいいんですよとにかく触れること習字書とに触れる筆を持つもうこれだけで見ること聞くこと書くことねまこれをねやっていけば大丈夫ですよ大丈夫なんとかなるあとえっ、ー、と20日ぐらいしかないですけど あの全然まだまだ間に合います後半にエンジンかかっていくんで大体うん前半にどれだけそのやりたくないなっていう時に積み上げをしていくかってことですよね後半そうすると楽になりますよである程度15日目ぐらいになったら一応保険の作品をもう作っていくんですよもう最低で、ね、もし今なんかこう自分が風邪ひいちゃってもう描けないという時にもう最悪、まあ、これなら まあ出してもギリオッケーかなっていう保険を1個書いておくとあのちょっとね何て言うのいいまあ嫌なあれだけど一応一応まあできたっていうねことになるじゃないですかなんかそういう保険を作っていくのも書いておくのもまず大事キープしておくでその保険ができたらでその保険っていうのはさその段階でのベストなわけでしょだからそのベストを超えるよりいい作品を1個書いてそれを新たな保険にしとく要すればその過去の保険 よりはさ保険作品よりはまあいいものが出せると。って言っていくとベストが書けるもんですよ。うん、ね。まあ、そんな感じでねあの、まあ、ちょっとこうメンタルを忙しいしねこうあなんだろうこういあのそのいたわりながらいたわりながらあの負担にならないようにねなんかピリピリして年末過ごすのも嫌じゃないですか書けねえみたいなだからそういったところもちょっとね早め早めに対応し対処しておくために。 えーまあ、そういうやり方もあるなっていう感じですね。僕はそうやってます、毎回。うん、保険1枚できるとね、あの一気に気分が楽になるんで、うん、でも保険といっても、あのー、妥協じゃないですよ。その時のベストを出せるっていうものを一応保険にしないと。はい、まあ、そんな感じでですね、えー、まだまだ、個人的には、ね、全然まだまだ出せる範囲ではないので、ひとまず、 まあ書いて書いてね一文字ずつ練習をしてデカ選手の方に書いていってっていうところまで今目標としています。はいという感じでね、まあ、こういうね、あのー、日本集団のさ実際のこう声聞いてもいいじゃないあそんな感じでやってんだとかさあ確かに分かる分かる頑張ろうみたいなになるかなとも思って、まあ、今回このポッドキャスト、えーねはい、上げてみました。 はい、ということでね皆さん一緒に12月乗り切って、えー、ベストな作品気持ちよくね書けたとできたともう年末だと2024年はいいい感じですこうね始められるために始められるために頑張っていきましょうはいということで、えー、皆さん ね、テンション上がらないかもしれませんけども、頑張っていきましょうはい、最後ぐざぐざになってすみませんでした。それではもうお疲れ様でした。またね